撮るんですか。まあなんかもう出てくるものでいい。ラップスか。ラップスか。ルイアラスの別フローというか。別フロー。ちょっと怖い。別フロー。別フロー。パラパラパラやるってどんな感じになるんですか。あら。パラパラやると。ってやったことない私フリーアップなんて見るの好きでしょねえまーちゃん見るの好きだよねおいあ、あやおおいいよ来ましたねはい、食い荒らすいいよ、食い荒らすおい美味しく言ってるよおい愛の虫、食い荒らし脳内全部食べ頃じゃないYeah. Yeah. 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 Yeah.気持ちはドキドキでも楽しい楽しい楽しいぜ、うん、おーへいおー楽しいやば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 いやおやおストレスの時になる目の痙攣やばい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 思うだってかいいそう遊ぼうぜってさっき言ってたんじゃないですか遊ぼうぜ撮ってもらいたいです遊ぼうぜ遊ぼうぜ遊ぼうぜが一番遊ぼうぜいろんな遊ぼうぜを撮ってもらえると嬉しいですはいちょっと鳴らしますねはいいろんな遊ぼうよやつありますもんね CM でいろんな言い方でください遊ぼうぜ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 これも良かったですね、これが遊ぼうぜかっこいいですね遊ぼうぜ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 めっちゃいい声してるめっちゃいい声でしょ思ってました撮ってみますはい、マットさんが出るあー、ごめんな撮らないと終わんないっすよ、中で。また欲しいっすよね。いや、欲しいですね、ちょっと。めちゃめちゃ、絶対できると思うし。かっこいい、おばあちゃん。出てこなかったらジブリで行ったらいいと思う。いろんなのいっぱい入ってんだ、おばあちゃん。頭に。うん、そしたら、3人で、うん、なんか。サイファーみたいな、そうそうそう、サイファー、ファーストテイク、サイファーのファーストテイク、よし、じゃあ行きますか。やるか、やるか。じゃあいいですか？はい、はい、はい。はい。撮ります。はい、はい。遊ぼうぜ
ストレスで怒るまぶたゲイレン鳴らすサイレン今すぐ救急車 Yeah Yeah Yo Yo 今こそ食べたいホスピタルカレー遊ぼうぜ遊ぼうぜ私と遊ぼうぜ遊ぼうぜ遊ぼうぜいつもの公園で遊ぼうぜ楽しくなっちゃうやっちゃおうぜ楽しいぜそうだよねみんなで笑って遊ぼうぜえいマットとマッツと遊ぼうぜ吉本興業遊ぼうぜ吉本吉本笑ってくれよいろいろあるけど大変だでも俺らは笑うしかねえんだ笑おう笑おうみんな笑おう関係ねえよみんな笑え無理やり笑ってもいいんじゃないめちゃめちゃいいですね、うん、すごいこれで大体本当になんか曲のイメージが見えてきた遊ぼうぜってすごいシンプルなワードなんですけどなんか今のまあご時世的にさっきちょっと話したんですけど、まあ、公園って本来ねあのめっちゃ自由に遊べてたじゃないですか、うんうんうん、でも今キュウリもできない、子供たちもなかなか遊べないみたいな状況が割と今の社会に似てんじゃないかみたいな、うん、その遊ぼうぜの一単語からめちゃめちゃいろんなあれが軽い遊ぼうぜからめっちゃ深い意味いっぱいあるのが、ね、あの完璧だと思いますこれから遊ぼうぜギャブマッツマングローブおーマッツマングローブマッツマングローブさんなんですかマッツさんじゃないんですかマングローブかもしれないですやばい曲ねなんか一旦こっちでちょっといろいろ遊んでこれをいじってまた次形にする、はい、これでなんかラップバースとかはほぼ、ま、できてるイメージはできてると思うんですけどフックが欲しいですねフックサビ、はい、サビ曲のサビタッチなもので中毒性があって多分次で完成するよくないですか3回目はミュージックビデオ撮るそうですねもう、はい、えあそこに公園があるんですよすぐできるじゃないですか公園なんですかお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いつも使わない頭の筋肉を使ってるから、ぼーっとしちゃうよね。しちゃいます。しちゃいます。こんなの使ったことないよね。すごかったね。すごかったです。まーちゃんが作ってくれた歌った時に、いいじゃんって言ってそれで広げてらっしゃった時に、最初その止めた方がいいのかなって思っちゃったんですよ。そのでも、それがめっちゃかっこよくなってたじゃないですか。びっくりした。すごいなって思いました音楽って、うん、すごいと思ったあと否定しないよね それがいいよねそれがすごくいい否定でやっぱりこの芸人の世界っていうのはなんかそれで、まあ、ツッコミみたいなことかもしれないけど、はい、それで慣れてきてるから全部包み込んでくれるね確かに包み込んでくれましたいいだってそのもうこれすぐできますねこの曲みたいな感じで言った時に突っ込んだじゃないですか嘘つけって、うん、多分次で完成するよくないですか何のことか分かってなかったですもんそのだから本当に否定しない世界だから、まだね、本当すごいねでも名前どホスピタルカレーになっちゃうのちょっとそれは大丈夫ホスピタルカレーめっちゃいいですねなんかめっちゃいいですねいいねって言っちゃってるよ聞き逃さないから彼らは私たちがまさか採用されると思って言ってない てな何気なく言った言葉も彼らはもう聞き逃さないので、ね、意外もうヤンカレーのことだよだってこのままじゃこのまま行くよこのままどうしようでもそれがいいのかないいのかもしれないですけどねその時にしか出ないバースあれ結構そっち側に行っちゃってるから早いな自分のそっちにその時にしか出ないっていう、まあ、一期一会ですよね言ったら変わっちゃったなキャラが最初と変わってる一期一会すごい大切にしてるなって彼ら
彼ら仲間みたいな。大マットギャブ、おまけに3つマングローブ、これからも遊んでくれよ、見てるから。やべえ、あっちに行っちゃったよ。やべえよ、あっちの世界に、ついにあっちの世界に行っちゃったよ。すげえな。さっき緊張してたじゃねえか。そうだよ、目の前で やれよそれ。そのバースの言えよ、目の前でよ。下巻いて、あらマツコぐらいで。すげえ緊張してたけど。もう殻にこもっちゃって。こもっちゃったね。もーちゃんがなんか、もーちゃんが殻に閉じこもっちゃってんなと思って、ね、徐々に、そうだね、徐々に、うん、そうだね、脳内パラパラパ、何も思い浮かばなかった、だけど、マッツ、そして、ミッツマングローブ、ちょちょ、それ合ってんだよ、それミッツマングローブなんだよ。マッツとミッツマングローブになっちゃった。マットキャブさん入れくれちゃったよ。遊んでくれよ。最後それで締めんだよ。目の前で言えよそれ。直接。次はでもさ、フックとか言ってらっしゃったけど、はい、緊張しないことじゃないか。そうですね、まずは、その楽しくやること。はい。もうちょっと一番最初に念頭に置こうよそれは。ガッチガチだったからさ。そうですね。緊張しちゃったな。フックの前に、はい、緊張しないことですね。緊張しない、はい、緊張しない。おいフック、フック、いや、ミッツマングローブ。ミッツマングローブなんだ。誰、ミッツさんに言ってる。ミッツさんに言っちゃってんだよ。いないじゃん、もうミッツさんに言ってる。マッツさんも誰もいないよ。マットさんも、マットさんもいないし。ミッツマングローブにしか言ってないよ。なんか今日はこれに具体的な、まあ、歌詞とか、うん、なんかタイトルとかまあその決まってないので、なんかそこも今日みんなで決めれたらなって。こちらも、はい、初めてこう、まあ、まーちゃんは2回目ぐらいなんですけど、歌詞も書いてる、歌詞っていうかもうなんか思いついたことを書いてみたんですけど、はい、I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's